こんにちは、松本町でございます。さあ、小江戸おじスタイル、あと3回の、実践を残して万枚を目指しましょうということで、僕が確か7000枚ちょい、7500枚ぐらいかな、プラスを、キープしている状態で3回目に突入しましょうという状況でございます。私、松本町がお気づきかもしれませんが、今日はちょっと多少声が、いつもと違った感じで聞こえておると思いますけれども、本物です。昨日来た平くんが偽物で、今日来た松本町が本物です。そう、今回もなんと大久保店さん、実は前日に平くんが、実践しに来るという 2days で、やっておりまして、まずは僕が前回やった1ヶ月前の情報の方から振り返らせていただければと思います。一応平くんはこれ見てるんですか？昨日の朝、昨日は平くんは平くんの見てる。じゃああいつ意味ねえじゃねえかあいつ好きに勝手に来て打ってるだけじゃ。あ、そっか、それでね、サドル云々が生まれたから。この間あの平くんがうちに来て、平くんは普通に負けて帰ったんですが、まあ、平くんのことをいじってたら、それきっかけであの店内にサドルが置いてあるっていう奇跡により、僕が多分高設定積もったんじゃねえかっていう回でした。で、僕が打ったのがトモ1台打ち切りで、予想としては松見とかや角はやってない。で、トモ、マダマギ、偽物ガルパン花火あたりが、強いんじゃないかと予想しました。トモが、ほぼ間違いなし、自分が打ったやつも、間違いないでしたでしょうし、マイナスになったのは3台かな。他は7000枚、1000枚、1000枚、5000枚、1000枚と出ておると。で、転生の方は、逆に結構へこんでると。窓マギの方は半分ぐらいプラス。窓マギも半分で合ってたんだろうね。で、偽物も結構プラスになってる。島がトモと、窓マギ、偽物ガルパン、花火、南国が合ってたんじゃないかと。で、他にもたくさんあったと。電話してみます。起きるかな？お、出た。おはよう。太郎くん、おはよう。太郎くん寝てた？嘘だろ。今日18日だよ。分かってますっつって。おはよう。ちょっとね、今オープニングを撮ってるんだけど、太郎くんから引き継ぐ人がいないっていうハプニングが起きて、これちょっと昨日の話を聞けないから太郎くんに電話してみるかって電話してみたんよ。どういうこと？平くん、ちょっとあれして、昨日の予想を LINE に送って。うん、昨日何打ったの？エウレカセブンってすげえ声どんどんちっちゃくなってくる、死ぬの？平くん、どんどん声ちっちゃくなってくると死ぬ死んじゃう？シスタークエスト、シスタークエストっていう最後だけ聞こえたけど勝ったの？勝ちました。 OK、 とりあえず早急に LINE で昨日の予想を送ってくれ。今平くんが送ってくれるそうです。平くんは寝てた。寝てるぐらいなら来ればいいのに。はい、じゃあ平くんから、今ですね、急ぎで LINE が来ました。朝一違和感、窓かマギか、前回の反対側が全録、アイムジャグラー全死ごろ、末尾とか場所はなさそう、ギアスマジハロ5、北斗トモは出てました、設定不明かっこ設定不明出てましたっつって、出てましたじゃねえよバカだな。じゃあですね、とりあえず多分ですね、朝一に何か違和感があったと。前回平君が来た時には、据え置きが基本的に多かったと。皆さんもね、幸い並んでからこれがやられたということで、特にあの奥の方にいる人たちも絶対聞こえてないでしょうし、あの、まあ、逆に50倍以内の方の人も聞こえてないと思うので、なかなか朝一面白いことになるんじゃないかと。それでは皆さん頑張って、今日も骨折積もって帰りましょうって。私も帰る頃には喉潰れてると思いますが、せめてサマイでプラスになれるように頑張ります。実践スタートです。
願いします。よろしくお願いします。さあどうだろう、これルート取りもなかなか重要っすよ。少ねえ方行こう。ほら、むむむ、あ、べべべべ、え、特に特に何、特にわからないんだが、え、何もなくない、別に何もなく見えるんだが、別に、え、なんかある、分かった、これ全部据え置きだろ、これ昨日のないなんかわかんねえよわあ、絶対そうだ、あいつ昨日なんつったっけ、え、エウレかな、エウレか、あ、いるこれそうだな、俺これ叩いたろうかな今日。ああ、分かった、絶対そうだ、昨日の法則まるまる据え置きなんじゃない、だ平くんが全部引き継いでくれれば他にないよね、え、ないと思うんだけど、ないよね、ないと思うんだけど、平くんの大好きなオアシスで行くわさあというわけでですね、朝一一生懸命入場してきてね、ぐる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 回ったんですけど、まあ違和感っていうのはね、本当見つかったのがこれぐらいで、あとは正直こうフラットに見えたっていうか、なんで昨日のいいやつの丸々据え置きなんじゃないかなと思って、ちょっと見当がつかなかったので、幸いこの、クイーンオアシス、キシュベースラー危うかったですけど、クイーンオアシス、これが空いてたんで、しばらくはこれで様子見ようかと思います。まあ、間違いなく一番勝率高いであろう状態で空いてたんでね、どうなるかちょっと分かんないですけど、平君はなんでそんなにクイーンオアシスが気になってるんだろう、別に自分では打ってないんだもんな、結構まさかまさかの大選択だよな。でも昨日9000ゲーム回ってるんだが、すごいな、ほぼ分回し状態、148分の1、5と6の間かな、なんかトイレに行きがてらいやいや島を見てきたんですが、まあ、完全にもう 100% 綺麗に 100% 稼働です、ジャグラー含めで、台の島横に回るのがモンハンハーデス、花火、絆、ガルパンもかな、まあ、結構多く散らばってる印象ですけど、ただ反対側になかったりする島もあるんで、意外とちょっと分かんないですよね。しかしこれあれだな、これもしも今日これ全然ピンとこなくてこれで負けるようだったら、まず先輩平だろこれ、平がいなかったらこの罠は仕掛けられなかったと言っても過言ではないよ。やべえなこれ、どこまで行けばいいんだ、おっと当たった、しかも多分プレミアムだと思う、両方同時についてる、立格 OK、 投資9000円、本日1回目のビッグボーナスでやんす、今日はデータ短いぞこれ、書くこと少ねえから、ビッグ中のスイカ出現率に一応設定差あったかな、よし、やばいなこれ、俺さすがにちょっとあれですね、
クイーンオアシスに座りながら実践動画1本仕上げる自信ないですね。もうクイーンオアシスについて喋れることはもうありません。ノーマルタイプのね、完全告知機も嫌いじゃないですけど、まあ、ジャグラーは多少なんかいろいろ知ってるからな。これはもうね、打ってると別にね、たくさん当たればね、連チャンすれば楽しいんだけど、これ見てる方は厳しいだろうな。1目だったかな、レギュラー128ゲームレギュラー中1回左にスイカ、白なら中段ビタ でスイカ取って左みたいなこともできるってやつね。これでビッグ1レギュラー1、まだ全然足りてへんな。開店から1時間、ちょっと見てきましょうかね、朝の状況なんかを。このまま打っても寝そうですし、おープレミアム。このまま打ってても寝そうですしという暴言の直後。寝させねえよっつってプレミアム、すげえすげえな。これ葉っぱとメインに緑に光ってる。45ゲームこれこのまま普通に高設定だったとしてだよ、朝一違和感がありましたってニューアシス高設定でした、分回して1500枚浮きました、誰がおもろいねん。誰が一体誰がおもろいねんその動画。あ、パネフラした。これどのぐらいで出るんだろう、ビッグ5のパネフラって。ちょっとまだ正確にさっき調べたけど出てないですよね、一応書いとこう。よし、じゃあここで一回見て回りましょうか。おそらくね、もうこのニューアシスね、勝つんであれば粘ってた方が硬いと思うんですけど、まあ法則云々の話もありますし、特に大久保店さんの方はあのスランプ、いや違う、データラボがないんでね、結構まめに見とかないと。あれだろうなと思って、ただ出玉だけで分かるっつうのもないけどな、そこまで。昨日窓マギなんだっけ、マジハロ、ここはショーか、まださすがに見えてこないですね。さすがにまだちょっと何が怪しいっていうのはないかな。1時間で頭一つ抜けてしまってのは見当たらないかな。
とりあえず朝この台以外にその違和感があったと教えてくれた花火の子がちょうど今花火のビッグ中に外れが出ましたというお知らせをくれたので、まあだから多分ねこの台も粘っちゃっていいと思うんですけど、じゃあ仮にねそれじゃあこのホールでなんで2台だけなんだっていう話にはなる、まあ、少なくとも見逃したとしてもあと 2,3 台の話だと思うんで、それでも全然少ないと思うんだよな。そもそも昨日何台ぐらいあったんだ、あとで平君に聞いてみよう。飲まれるギリギリ危ない、レギュラーっぽいな、あ、いくだ411、追加投手は一応なし、どうかね、まあ、一応ねその設定推測をまとめますとね、まあ、もちろんボーナス確率どっちかというとレギュラーの方が設定差大きいと、であとはビッグ中のスイカの確率で、あとはビッグ後のパネフラで、レギュラー後にパネフラすれば3以上が確定と言われております。でレギュラー中に左白7中段にビタ落ちして、左がつくか右がつくかで両方ついたら降雪の期待度アップみたいな、でまあぼちぼち推測要素としてはあるっちゃあるんですけど、それで2個目ただビッグ1回が24ゲームで多分スイカの確率が30分の1とかから50分の1ぐらいだと思うんで、2回に1回より出てりゃいいかなっていう感じかな。リーチ目出てる。これここ止まんねえのかな。よし、レギュラーかい42、右地味だな、先般平の可能性が浮上してきましたね。平君がこう1回目来た時になぜかニューオアシスニューオアシス言ったせいで、昨日と今日あれでしょ、これニューオアシス昨日打った人は3000枚ぐらい出てるらしいですけどね。今日なぜよりによってニューオアシスだけ、花火もあったって言ってたけどな、そこの列が全部っていう可能性があるのか、もしかしてなんとなくみんなまあまあだな、俺が一番怪しいっていうぐらい、その可能性もあるか。でもう1台2台ぐらいあってその列も全部上みたいな、あ、プレミアムだ今の。ベルの払い出しを終わんなかったな。多分。24。ベルの後フリーズしたのかな。
ベルの古い払い出し音がずっと続いてたのか。とりあえずプレミアムが出たことは間違いない。まあ悪くねえんだろうな。悪くねえっつうか、全然今の時点でボーナス確率は全然良くないですけど、まあノーマルタイプでね、特にこの花々ぐらいの確率のやつで1000ゲーム2000ゲームで設定見抜けるわけないので、それプラスまあ、ノアソイチの違和感がなぜか起きてたってことを考えれば、下っていうのは考えにくいだろうから、まあ間取って4ぐらいなんじゃねえかっていう風な感じではありますよね。すごいよな、このフリーオアシスのこの状態考えたらどうかして、こう下ざら浅すぎるだろう、いくらなんでも。普通にビッグ1回のメダルがこう飛び出すぐらいの深さしかないっていう。いつ出たやつなんだろう、平成26年2年前とかか。47ゲームレギュラー4-4、これで左、すごい一進一退感、すごい中間設定の匂い。どうでしょうね。もう今このレギュラーでまさに、ボーナス確率的には4ぐらいになった。正直ね、あの設定推測、例えばじゃあこれでねピンポイントで設定当てようって言われたらね、絶対もう無理なんですよ。まあ絶対っていうか、まあ 6パターンしかないで6分の1は当たるんですけど、そのぐらいね、ノーマルタイプ特に花々系統はね難しい。パネフラとかがうまく絡んでくれないと。パネフラはなし。レギュラーのねパネフラが絡んで3以上とかになればね、すげえ追いやすいですけど、なんかあんのかな、ちょっとまだわかんないですね。まだわかんないから、すげえやめにくいですし、そのやめなくてもいいぐらい当たってくれればいいんですけど、非常にどっちつかずな状況です。ちょっとパトリましょうか。なかなかそれっぽい形にはなりませんな。かといってフル稼働ですもんね。材料も考えながら空き台探す感じで見て回ってもいいかな。こっち側の窓巻きめっちゃ出てるな。増大側ってこっちよね。あれこっちでしたっけ、増大がこっちでしたっけ。あ、こっちか。まあ据え置きだろうな、こりゃ明らかに出てるもんな。間違いなく、まあ窓巻きのあっち側はもう当たりでいいかな。この2時間ですけど、回してる人の雰囲気と出玉と、やべえ、スールド相手の相手ねえわ。めちゃくちゃ、うわ、めちゃめちゃ出てる。スールの打ち手、この人やめるかな。やめるんだったら打たせてほしいんだが、なぜなら私はもう寝そうだからです。ちょっとの体調不良もね手伝って
ちょっとさすがにクイーンオアシスでは一日乗り切られへんかもしれん。あのスーパーリノの人あれしねえかな、勝ち逃げしねえかな。ハーデス凱旋も空きはなし。ヒントのある自分の台を打つべきではあるよね。この子から外れてたのがもう5番台で、4、5、6確定出てるのがあっちの21番台。めっちゃ出てる。なるほど。この人口密度ではこう設定拾うのはもうミラクルだな。それでも俺はニューオアシスを叩く。あ、クイーンオアシスだった。いいね、たまにはいいね。平地気象じゃい、ほらね、やっぱりいっちゃするんだよな。あ、レギュラー一応天国に上がりましたね、なんつって